はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼルの変身ベルト、デラックスバグルドライバーツバイ&仮面ライダークロニクルガシャットです。もはや今更でございますね。もう YouTube 上にたくさん出てるんですけれども、我々ですね、先週末ちょっとね、あの用事があったので、これをレビューできませんでした、というか購入できませんでした、なので予約今日購入できたので、早速開けて中見ていきたいと思います。はい、そうだ、その前にこれすごいね、ここにクルノスがいて、全部ライドプレイヤー、ライドプレイヤーね、すごい、これすごい、いい絵ですね、これね、はい、じゃあ開けていきましょう。よっしゃ、よいしょ、お、2つになってるよ。はい、ということで、こちらがバグルドライバーツバイですね。はい、バグルドライバーと比較してみましょうか。はい、こんなような感じ、まあ一緒だね、色違いのだけだね。そうだね。じゃあまずこのペリペリを剥がしましょうかね。はい、ペリ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 、すでに単4電池2本がセットされておりますので、まずこの状態で電源入れてみようか。はい、バグルドライバーツバイ、おお。じゃあちょっとこのバックルセットしてみようかね。はい、せーの、ガッチャーン。ああ、いったいったいった、ガッチャーンっていったね。あ、でも特に耐久音などはないですね。バグルドライバーの時はなってたね。うん、デデ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 。はい、続いてこちらが仮面ライダークロニクルガシャットですね。はい、表側が黒で裏側が蛍光グリーンになってますね。はい、で絵柄はこんな風になってます。これライダーがいるね。ここにエグゼイド、ブレイブ、スナイプ、レーザー、パラドックス、クロノス。そうだね。はい。いろいろ載ってますね。うん。はい、では絶縁シートを取ってください。はい。じゃあ鳴らしてみましょう。うん、せーの。いいですね。うん、もう一回鳴らしてみてくれる？はい。なんすかこれは。これね、ライドプレイヤー。あ、ライドプレイヤーかこれ。うん、ちなみに裏側のこの発光してる色が変わりました。うん、ゲームスタート。おお。なるほど。で最初に戻る。うん、じゃあバグルドライバーツバイにセットしてみましょう。はい、すごい、今までと全然違う音楽でびっくりしちゃったんだけど、うん、びっくりしちゃった全然想像してたのと違うんだけど。そうだね、しかも結構喋ったね、クロノス怖っ。では次は必殺技いきましょう。必殺技は B ボタンをまず押して、決め技で A か B を押すんだって。じゃあ B。 はい、クリティカルクロスサイド。色変わってる。ねえ、変わってんね。すごい、ちょっと終焉の一撃、終焉の一撃、怖っ続いてはポーズで AB ボタン同時押しみたいです。はい、せーの、あ、これ時間止まんだ。本当だ、止まった。なるほどね。今度は、このバックルを外しましょう。はい、グリップパーツ、そう、グリップをつけます。はい、せーので、こっちにつけるとあれかな、これが前ビームガン攻撃だね。はい、いきます。はい、これは前と同じだね。うん、で必殺技は B ボタン。お、光ってる、光ってる。おお、うわ、終焉の一撃連発になったけどね怖い。で今度こっち、はい、これも同じだね。うん、チェーンソーだね。はい、続いて決め技。
はい、では続いてときめきクライセスでやってみましょう、はい、これあの前回ねバグドライバーでしかやってないから素早でね、はい、やってなかったからね、うん、じゃあ行きましょう。あんまりバグドライバーと変わんないかな。そうだね、うん、なんか印象的に変わんないね、うん、はい、ではゲーマードライバーにセットしてみましょうか。はい、これライドプレイヤーの編集音だね。あー、続いてレベル2、はい、はい、で今回はですね変身対決というよりも、うん、あ、まあ変身対決か、うん、バグルドライバー対バグルドライバーツバイでの変身対決で、バグルドライバーの方はデンジャラスゾンビで、ツバイの方は仮面ライダークロニック、はい、これで変身って刺して、うん、変身完了までどちらが早いか、はい、勝負しましょう、はい、変身、せーの、ダッシュ。俺がゲームマスターだ。じゃあ最後に必殺技対決やろうか。うん、はい、じゃあ一斉のせいでいきますよ。はい、一斉の、すごい、俺がゲームマスターだ、どうだ。あれ、なんでそっちが終わってんの。え、時間止めた。くっさー。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドの変身ベルトデラックスバグルダイバーツバイ&仮面ライダークロニクルガシャットでした。